韓国オサム一部キムヨンチョル長官と祖母次官が、民族最大の面接イコール旧正月に合わせ、離散家族と脱北者及び抑留者の家族に会い、慰労する計画だ。23日、オサム一部によるとキム長官は旧正月当日の25日午前、ハシーリンツ核の防廃団で開かれる。 第36回冒険警護祭りに出席する。金長官は防廃団を訪れる離散家族と共に北に向けて喧嘩と証拠を行い、1日も早く家族の面会が叶うことを祈願し、政府次元の様々な努力を説明する予定だ。